また夜になってしまいましたが、風が強いってね、風の音がすごく入りそう。ここはね、淡路島の一番下にある淡路サービスエリア。今日ね、この朝すぐにブレッドワンのレンズを見つけると、あと、他の F1 がね、もう取り上がるんで、そろそろあと2枚ぐらいで撮れる。本当はこれ明石海峡橋が見えてるんですけどね、今コロナ禍なんでライトアップしないんですよね。今日実はちょっと長時間録音で撮ろうと思って来たんですけど、これじゃ撮れないですね。はい、そんなわけで今日も Vlog スタートになりましたが、誰も文句を言わないので Vlog を続けていこうと思います。その時苦情が入るから。おっさんの Vlog どうなんですかね。でね、まあ、α7 にね、とりあえずつけて撮ってはみたものの、結構ね、フレアが目立つこのレンズなんですけども、まあフィルムで撮ったらどうなるかと、まあ結果変わらないっちゃ変わらないけど、モノクロフィルムでね、このニコン F2 にね、マウントアダプターをかまして、このカールツアイスイエナ 50mmF4 のレンズですね、このレンズをつけて撮ってきました。まあとりあえずね、そのどんな写りになったのか、まあこのレンズの生い立ちとかね、そういう話も加えながら、話していこうと思います。それではどうですと。はい、今回ね、使いました、このね、カールツアイスイエナ、50mmF4 っていうレンズですね。まあ、このレンズはね、ペンタコン6っていうね、カメラのマウント、
え、で、つく、まあ、東ドイツ製のレンズになるんですね。このカールツアイスイエナっていう会社のね、歴史っていうのがね、どうやらドイツのその、旧カールツアイスの技術者によって作られた会社なんですけども、終戦直前にね、主だったツアイスの上層技術者たちは、ね、連合国、まあ、アメリカとかイギリスによって連れて行かれたってことになってますね。で、残った技術者たちがソ連軍下に収められ、この会社が作られたということになっています。これ、一時は本家西ドイツツアイスとの商標争いにより、ツアイスの刻印ができなかった時代もあるということで、結構歴史に翻弄された会社になりますね。まあ、どっちが本家かっていうのはね、まあ、残った技術者とかにもよるんでしょうけど、結構ね、その、東ドイツ側のツアイスの写りが好きだっていう人も結構いてると思いますね。で、東ドイツ側のその、ツアイスの技術者はその、イエナを立ち上げた人たち以外にも、そのソビエト本国に連れて行かれて、そのジュピター8とか、そういうジュピターシリーズとかね、ゾルキーのカメラとか作らされた人たちもいるんじゃないかと、ちょっと詳しくはわかんないんですけども、まあ結構ね、ドイツがね、戦争に負けた後に、いろんなね、数奇な運命を辿っていった、技術者たちの作った会社であるということですね。で、今回はこのニコン、F2 にね、マウントアダプターでかましたんですけど、このレンズね、実はね、絞りが開放でしか撮れません。よっ。これね、このね、小さいボッチを押すとね、絞り機構が動くんですけど、分解してね、調整してしばらくは動くんですけど、すぐ動かなくなっちゃうんですね。何回やっても同じなんですよ。どうもね、作られた精度が悪そうです。まあ、製造ロットとかにはよるんでしょうけど、まあ、たまたまこの個体がそうなのかもしれませんけどね。どうにもね、その絞り、開放でしか取れないんですね。どこだったっけ？こう、こう、よ。で、マウントはね、スピゴットマウントです。キャノンの FD マウントと似たようなマウントになってますね。で、ちゃんと動けば絞りは4から最小22までということになってます。ピントリングはね、結構近くから撮れるんですよ。50センチぐらいまで寄れるみたいですね。50センチから無限遠ということです。で、特徴的なのがこの形状ですよね。もうラッパみたいなね、形状になっておりまして、で、元々がね、その中盤カメラ用のレンズですので、35ミリにつけると、まあ標準ですけども、中盤カメラにつけるとなると、もう だいぶ広角になっていくんだと思いますね。標準レンズでだいたい80ミリぐらいだと思うので、その中盤カメラにね、つける人はちょっと注意が必要です。かなり広角になると思います。まあ、ニコン F2 でね、35ミリと撮ってきたんで。で、今回使用したフィルムは、アリスタエディウ200になっていきますね。で、さ、これをね、ここから紹介していきますが、まあ、ちょっと特徴的な写りをするレンズということで、その辺を注目していただければと思います。それでは、作例です。はい、作例なんですけどね、今回ね、天気の悪い季節で本当に良かったなと思って、まあ、なんでかって言ったらね、見ていったらわかると思うんですけど、とりあえずね、もうさすがツアイスということで、これ全部ね、開放なんですけど、もうものすごい描写になってますよね。開放でこの解像度。でも、この写真を見たらわかると思うんですけど、真ん中辺がちょっとね、コントラストが低下しているように見えると思います。こちらはね、光が入ってない写真ですので、やはり、解像度の高い写真だと思いますが、これも真ん中辺がちょっとね、ややコントラストが低下しているように見えますよね。これとにかくね、このレンズすごく光に弱いんですね。強い光にめちゃくちゃに弱くて、特にレンズの横から光が入ったような状況ではね、相当に、フレアとかが出ます。で、今回ね、本当にこれも光のない写真ですけども、光がないところでばっかり撮ったので、たまたまね、あまり現象が起きなかったということですね。まあ、最後までね、これちょっとインドアの写真になりますけど、インドアではこれ本当に開放かっていうぐらいの、キレのある写真になっております。
います。で、これ対策としてはレンズフードなんですよね。ただなんか純正のレンズフードをつけるとね、なんか高いくせにね、周辺が蹴られるとか、なんかそういう記述も見ますし、で、口径がね、86ミリということで、なかなかね、まともにね、使えるフードがないんですね、これがね。まあ、そんなわけでね、写りは抜群にいいんでね、なんとかフードを探して、もう一回ね、α7 あたりにつけてね、カラーのね、作例を作りたいところなんですけどもね、このレンズ、まあ、東ドイツ製ということで、いつぐらいにね、作られたのかはちょっとたどり着けなかったんですけどもね、非常に、見た目も面白いですし、もうレンズの自体もね、すごいその、作り込みが美しいレンズになっておりますね。結構相場は高いと思います。多分ね、2万円前後、干潮なものだったらね、すると思うんです。このレンズもね、カビとかは全然ないんですけどね、絞りが動かないっていうことで5000円で買ってきたんですけどね、北村の店長がもう5000円でいいよっていうからね、買ってきたんですけど、ちゃんと動くものだとやっぱ2万円から2万5000円ぐらいはしてくると思いますね。まあ、ヤフオクだったらもうちょっと安いかもしれないですけど、サンライズカメラさんとかね、そういう専門店で買うとそのぐらいですと思います。まあ、スワイスのレンズとしては比較的安い方向になっていくと思うんですけど、まあ、使い勝手がね、ペンタゴン6ということで、使い勝手が悪いと、まあ、ペンタゴン6自体がね、まともに動くカメラがほとんどないという評判ですし、すごい壊れやすいカメラということで、で、レンズだけが余っていってるような状況で、まあ、現在ではミラーレス一眼にね、移植して撮るという手もありますが、まあ、ちゃんと使えればこのようにね、ニコンのね、フィルムカメラとか、まあ、マウントアダプター出ておりますのでね、まあ、使えるということになっていきますけど、このマウントアダプターを介して Z シリーズにつけてもまあいいんでしょうけど、あんまりマウントアダプターにつなげるのは良くないということを聞きますね。まあ、α7 で撮るのも十分良くないですけどね、このレンズすごく重たかったんで、もうね、撮ってる間中マウントがぐにゃぐにゃ動いて気持ち悪かったです。こんなのでまともにね、その綺麗な写真撮れないんですよ。多分ね、肩ボケとかになってしまうとは思うんですけどね。はい、今日のね、レンズ紹介になりますね。ドイツのレンズ、東ドイツですよね。アルツアイスの写りどうだったでしょうか。これ今後もちょっとね、何回かテストしてみようと思います。そうしないと元が取れるのは高いんで、結構5000円、僕にとっては相当高値の、レンズになりますので、何回か動画を作ろうと思っています。はい、今日のレンズ紹介はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは郁夫さんの作品ですね。おたっきーさん、長距離運転お疲れ様です。ゴールデンウィークに自転車漕いで調布飛行場で撮影してきました。隣接する公園は混雑していましたが、飛行場は人気なくひっそりとしていました。タイトルは晴天でも人影少なく。カメラニコン F3HP、ハイアイポイントですね。レンズ AIS ニッコール 50mmF1.4 単焦点。フィルムがケント目は100自家現像。2枚目がね、タイトルがエンジン音が聞こえない飛行場。カメラがニコン F3 ハイアイポイント同じく、レンズも、50mm1.4 で同じですね。フィルムもケント目は100と同じというになりますね。ニコンらしく解像度が高い写りになりましたっていうことなんですけどね。で、作品なんですけどもね、これケント目は100ということで、ね、本当にね、もうお手本通りのモノクロ写真になってますね。本当にね、気持ちがいい、写りになっております。また解像度がね、ニコンのレンズということで素晴らしい、切れ味になってますね。2枚目もそうですけどね、まあ、飛行機が全然いないのか、いないんですね。まあ、格納庫だけ映っておりますが、何にも動きがないという、まあ、コロナ禍の寂しい、民間飛行場、調布飛行場って民間飛行場、現在では民間飛行場なんですけども、開設は昭和16年になるのかな。陸軍がね、もともと使ってて、帝都防空隊みたいなね、三式戦闘機とかがね、よく飛んでいたということなんですけどもね、
まあ歴史のある飛行場ということで、ここがなんでね、東京国際空港にならなかったのか、ちょっと不思議なところではありますが、現在では民間空港ということで、まあコロナ禍でね、飛行機もあまり飛んでないんでね、ひっそりとしている、寂しい風景を撮っておられますね。はい、イクオさんありがとうございます。次がね、キャラブキさんの投稿になりますかね。こんばんは、2枚投稿です。最近カラーネガの価格高騰に伴いニコン D200、D300 を同時導入しました。フィルム代より出費してるのは内緒でお願いします。内緒ってもう書いてるじゃないですか。で、1枚目タイトル新緑。カメラニコン D200。レンズ AI ズームニッコール35-70F3.3-4.5。2枚目ツツジ満開、カメラニコン D300 レンズ AF ニッコール35105F3.5-4.5 です。よろしくお願いしますということで、1枚目から、これね、もうあの 若葉のもみじなんですけど、緑色の発色が非常に美しくなっておりますね。で、このレンズね、本当に写りが秀逸でね、あの綺麗な写り、解像度の高い写りになるんですね。で、2枚目の方はね、もう赤が抜群の色で写っております。光はそんなにない感じなんで、あ、結構あるのかな、結構あるんだな、柔らかい光の下で撮られてるんですね。赤の発色、 D300 って CCD だったんかな、ものすごく赤がよく映っていると思いますけど、どうでしょう。はい、キャラブキさんありがとうございます。次はね、秋純さんの、投稿ですね。おたきさんこんばんは。写真を2枚投稿します。ニコン L35AD ピカイチで去年撮影したものです。赤は怒りの赤。切られた木の根を撮影したら赤い光がまるで怒ってるように見え投稿しました。自分のピカイチですが、強い光を赤に表現するみたいに感じます。2枚目は1968の猿なので、猿、あの、モンキーのですね。コニカ C35MFD で撮っておりますね。去年近くの神社に行き、目に留まり興奮して撮影しました。画像を明るく調査すればとも思いましたが、そのままの方が光と影がくっきりとフィルムらしく思い投稿しました。どうでしょう。フィルムは2枚とも、富士カラー ISO100 です。去年まで近くのホームセンターに3本セットで1800円で売ってました。今はネットで買うしかない厳しいご時世となりましたということなんですけどね。作品なんですけどもね、ピカイチで投稿した。確かにこれ赤が面白い。これどういう、赤かぶりしたような感じの写りになってますね。これ強い光が入ってきたレンズの中で反射してこうなるのかな。ちょっと不思議でありますね。で、2枚目の方なんですけど、お猿さんはどこにいるのかな。お猿さんがどこにいるのかわからないけども、猿の腰掛けということか。猿の腰掛けこんなにでかくなるのか。変わった写真になります。こんなでかくなるのか、不思議な写真になりますね。これモノクロ、2枚目はモノクロでも良かったかもしれない。僕だったら絶対モノクロで撮ったと思いますね。まあ富士カラーのね、 ISO100 を装填していったということなんでしょうけどね。はい、秋島さんありがとうございます。次がね、たくみさんの投稿ですね。おたっきーさんこんばんは。今回は初のカラーネガ自家現像での作品投稿です。カメラも初仕様となるローライ 35T です。いいですね。天気はあいにくの曇りでしたが、日中に時間ができたため商店街で出向きました。カラーネガ現像に挑戦したくて撮りに出ました。なるほどね、早く撮り切りたかったんですね。ローライ35T は超コンパクトで、儀式された感たっぷりのボディが非常に魅力的です。これはハマりますね。肝心の自家現像ですが、ひとまず像と色は出て成功ですかね。1枚目が、取り残された風景。2枚目が威圧っていうことですね。2枚ともローライ 35T にコダックカラープラス200を入れて撮りました。初めて使うフィルムで、もともとこんな調子なのか、現像方法によるものなのか、結構ノイジーでした。時間や条件、温度条件などこれからいろいろ試しますということなんですけどね。作品なんですが、これね、まあレンズがね、テッサーということで、ね、非常にね、秀逸な写りをしております。まあ確かにちょっとノイジーっていうか、あの、流浄感は出てますが、コダックなんでこんなもんじゃないかな。ただ色的には結構これオレンジ色に転んでるように見えますね、1枚目。で、2枚目の方はというと、結
構青寄りに寄っているようにも見えますが、これは光がないせいかな、色温度が上がってるんだとは思いますが、まあカラーネガなんでね、そこまでこう影響するかなというところもありますが、結構やっぱ粒子は結構出ていると思いますね。やや出ている。もうちょっと処理的に、検討すればということでしょうけど、僕も自家現像、カラーの自家現像やんないからわかんないって言えばね、わかんないんですけどね。はい、たくみさんありがとうございます。自家現像すごいですね。次はね、落合さんの作品ですね。梅雨空に久しぶりの月というタイトルになりますね。撮影がね、2021年5月22日、オリンパス EM53、M 随行デジタル、100から400、F5.0 から6.3、IS、MC14、ということですね。で、これ MC14 ということはアダプタかな ?ISO は800、560mm、F9.0、800分の1秒、手持ち、倒立度、南が上ということになってますね。で、作品なんですけどもね、これ相変わらず落合さんね、抜群の月の写り。これもクレーターの一つ一つまではっきり写っておりますね。マイクロフォーサスということでね、レンズが、標準、その、2倍になるのかな、フォーサスは。2倍になるということで、望遠でね、その月を撮ったり、天体写真を撮るにはもう本当にね、うってつけのカメラになると思いますね。これ560ミリということなんで、1120ミリ扱いになるということでしょうけど、これを手持ちで撮れるというのがもう本当に不思議でしょうがないですね。落合さん、その天体撮影をね、その、得意中の得意とすることで、僕もね、ちょっと教えてもらいたいなっていう感じになりますかね。はい、今日の作品投稿はここまで。ここからは、カメラ、俺のカメラのコーナーですね。俺のこのカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、たくみさんからですね、おたっきーさんこんばんは、俺のカメラのコーナーに投稿させていただきます。今回は現役で活躍しているカメラたちの集合写真です。ライカ 3F セルフ付き、ライカ 3C ローライ 35T ニコン、ニュー FM2、ゼンザブロニカ ETR です。ニュー FM2 以外はすべて破格の安さのジャンクで入手し、自身でオーバーホールして使用しています。特にローライ 35T とライカ 3F がお気に入りで、シャッター速度と何十年も前の機械式とは思えないほど正確に出ていますということですね。で、これね、もう贅沢にも程があるってことなんですけども、ジャンクで購入してね、安くね、仕入れて、修理して使っているということですけどもね、これ、エルマーのね、レンズの表面がなんかちょっとおかしく見えるのは気のせいか、沈動してるからか、これ。ローライのね、35T もね、すごいいいカメラで、レンズがテッサーですからね。いや、これなかなかね、たくさん映っておりますが、楽しんでおられますね。いやちなみに、いつもはレンズを外してこのラックに置いてコーヒー飲みながらカラーシャッター切ってます。ちなみにこのラックの下の箱にはオーバーホール用の道具、ラックの横には道具セット、現像セットが置いてあり、写真機材はすべてこの周辺に配置してありますということですね。楽しんでおられますね。はい、たくみさんありがとうございます。次はね、ロボーノさんの動画ですね。中年オタッキーさんこんばんは。俺のカメラのコーナーへシャッターオン動画を投稿します。コニカ E-Matic Deluxe のシャッターオンそのものは小さめですが、巻き上げ音とその感触は私の中では秀逸でお気に入りの一品です。もちろんヘキサノンレンズの写りも好みに合っているので手放したくない一台ですということですけどもね。でね、動画なんですけども、これがね、なかなかこれね、音がもうギリ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 っていう音が何とも言えないところなんだけど、コニカ E-Matic ね、僕も持ってるんでね、よく知ってるんですけどもね、こういう音になるんですね。ギリギリギリ。何の音かはちょっと分解したことがないんでわからないんですが、まあなかなかこういう音、巻き上げ音を出すカメラも少ないということで面白いカメラになっておりますね。セレンコー電池式でね、EE が使えるということで、僕の持ってる
どね、イーマチックはね、セレンコ電池しっかりしてるんでね、早くテストしたいんですけど、まあなかなか順番が回ってこないです。そんな感じですね。はい、今日のね、動画はここまでになります。その他のコーナーはちょっとお休みになっております。投稿がね、途切れておりますので、もしよろしかったらね、投稿いただければと思います。でね、まあ今回はドイツのレンズということでやったんですけどもね、まあ、昨今のレンズはね、日本製のレンズももう全然負けないものになってきたんですがね、まあ、この太古の昔からね、その素晴らしいレンズを作り出してきたドイツの、レンズ、まあ、日本のカメラ作りにもね、大きな影響を、与えたということでね、今結構ね、安い値段になってきているんで、まあ安いと言ってもね、ドイツ製のレンズだからそこそこにはしますけど、楽しめる方はね、ぜひ楽しんでいただいてね、ああ、ドイツのレンズの写りはこんなんかっていうのをね、ぜひ体験していただければと思いますね。僕もね、そのドイツ製のレンズっていうのは実はね、もうこれが初めてなんですね。まあ以前ね、紹介したジュピター8ですけどもね、一応ドイツ人の技術者が作ったということで、秀逸な写りをしましたが、本当にドイツ、まあ東ドイツですけどね、作られたレンズをちょっと購入したのは初めてだったんですけどもね、条件次第ではものすごい写りをするということで、今後もちょっと使っていきたいレンズであると思います。はい、今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどしよろしくお願いしますね。コメントが多い方が、高評価が多い方が動画がシェアされていきますので、ぜひともご協力お願いします。で、チャンネル登録の方はね、ちょっとね、スピードが鈍っておりますが、5000名に向けてね、頑張ってね、チャンネル登録を増やしていこうと思ってますんで、まだチャンネル登録されてない方はぜひ、チャンネル登録して、それもね、ゲリラライブが非常に多くなってますんで、通知をオンで、お願いしますね。はい、今日の動画はここまでとなります。また次の動画でお会いいたしましょう。次の動画こそミノルタ A のやつになっていくんじゃないかな。もう今日ね、今日帰りますんで、現像したいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。